ときめけ、明日にきらめけ、バイ、岩谷美里。さようなら。こんなもん言いたくねえよ。また会えない。お前一人が言ってんじゃねえんだよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで今回の企画は野球3本勝負やっていきます。イエーイ。変な同じこと言おうとした。簡単に言うと今回岩谷監督対3人の、勝負対3本勝負対決になります。内容はベーランと飛距離対決とストラックアウト、この3本勝負になってます。まあ簡単に言うと、はい、2つ多く勝った1チームの勝ち。はいはいはい、ということになります。いかがですか岩井監督。いやいや、もう頭脳プレーでいいです。頭いい方なんですか。まあまあまあ。ちなみに向井さん歌自信あったんですか。はい寒そう頑張るぞ。3本勝負あるじゃないですか。ベーランと飛距離対決とストラックアウト、この3つの中でどれは負けたくないですか。ストラックアウトかな。飛距離じゃないんですか。まあ飛距離はもう、まあ、勝って当たり前みたいな。ちなみにあの3人の中で要注意人物みたいないるんですか。いないいない。余裕。注意する必要もない。なるほど。で、まあ、3本勝負ということなので、まあ、まあちょっと頭を使ってどれを本気で出すかっていうのを考えながらやっていきたいと思います。舐めてるよ完全にじゃあ今回岩谷さんとの3本勝負っていうことですけどどうですか。意気込みは。余裕がちですね。監督も動いてないんで、はいはい、やっぱりそこら辺私たち毎日動いてるんで多分もう膝とか曲がらないと思います。おばあちゃん日本代表だったらまあボコボコっすよ。はい、飛距離勝ちます。飛距離で勝つんですか。あ、ちょっとまだ決めてないんですけど。そう、まだ3人で話し合って決めてくださいよ絶対勝ちます。こっち、あっちに向かって、あっちに向かってそんな笑える。なんで岩井さん見たら笑っちゃうんですか。何が面白いんですか。顔すべて面白いんですか、はい、ちなみにあの3本勝負ってことですけど、はい、どうですか。日頃 4,5 回やってる分ここで頑張ってちょっと理解したいと思います。なるほどなるほど、まあ、この3人なら結構大丈夫って感じですか。はい、いけます。ポンコツどっかなんですか。実はでも今日は違うってところを言ってたいと思います。今日勝って少しだけ冬取り楽にしてくださいいいよ、勝ったらいいと思う。でも逆にね、負けたら怖いよ。じゃあ今回岩谷監督との3本勝負ってことですけど、はい、どうですか。最年少としてやっぱドンじゃないですか。女子野球界ドン分かってないです。分かってないな。あ、もうそのドンのことを知らない。ドンではない。ドンです。ドンちゃん。どうですか、負ける気とかしないですか。サラサラしません。サラサラしません。もう言葉の選び方がこれは自信ありますみたいなのあるんですか。勝力とか。あ、なるほど、なるほど。聞いた俺がバカだったわ。岩谷監督怖いんですか。怖い、怖い風です。怖い風なんですか結構しごかれてるんですか。ちょっと待って、結構ビビってる。ビビりなんかしません。もうボコボコにやっちゃいますか。はい、ちょっと余裕のやっちゃんです。余裕のやっちゃんです。1本目の勝負、ベーラン対決やっていきます。イエーイ。ぐるぐるバットで10回回ってベーラン周にかかる時間を決めます。じゃあその3人だからベーランをやるのは。はい。違う。はい、向井さんね。じゃあ対決していきましょう。いきましょう。天候高校だけ、わっ、はい、こんにちは。
アイコそんな笑える？負けたー。もう一回チョキだろう。イワさんどっち行きます？ここ。じゃあチームミズ、よーいスタート。はい。早く。ハッピーもいっちゃう。ハッピーもいっちゃう。ミミ、ミミ、待って。これタイム切れないよ。記録の前にどうした？やった。ガチゴケしてるやん。マミ、マミ、マミ、だってこんなにパーカーが汚れてるかって言ったよ。ひどかった、めちゃ。私どこでこけた？ここ。ゴー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 。マミ、向井選手の記録1分4秒97。てか、ま、くるくる回るの遅すぎじゃないですか。チームミリーズ、あ、じゃあチームミリーね、ズじゃないね。チームミリー、チームミリー、よーいスタート。早い早い早い。はい、ゴール。ということで、1本目の勝負は岩井監督の勝ち。大丈夫だよ。走る時は分かったよ。だん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 地面と近づいてきたから。いや、やってほしい。やったら分かる。じゃあ1本目は、チームミリーの勝利ということで、2本目に行きたいと思います。2本目の勝負はバッティング飛距離対決していきます。イエイイエイ。飛距離対決のルールは3本打ってもらって、飛んだ飛距離が2本勝った方が勝ち、うん、だから1本ずつ打って勝負していって2本先勝した方が勝ち。で、1本目の勝負が例えば岩さんが勝っても、その後の人が勝てば勝ちです。はい。飛距離対決は誰がやりますか？はい、頑張ります。山田松さんということでやっていきましょう。1本目いきます。えぐっ。えぐいぞ。無理やん。やばくないっすか。ラマキさん頑張って。ラマキさん、ミミーズ頑張ってください。はい、お願いします。49m。 じゃあ1本目の勝負は岩井さんの勝ちで。いいか、そんな前でいいんか。すごっ。
マジでエグいって言っとるよ、あそこ。82メートルでーす。行きまーす。はーい。頑張ったー。頑張ったー。お、いいんじゃない。いや、でもいい。69メートルでーす。どうします、もうこれ岩井さん勝ったじゃないですか。ハンデあげるわ。ハンデプラス50。何を言ってんの。いやいや、これに勝ったら2本分とか3本分くれるってことですか。じゃあいいよ、この勝負あげる。一旦ストラックアウトで決着つけます。ああ、そうしましょう、そうしましょう。これは一旦もう負けていいです。これも、まあ、勝てない。だってもともと向井美美さんが絶対ベランダ買っとかないといけない。そう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 、言い訳してるね、うん、はい、行きます。ほんまにすげえな。あんたもうちょいやん。一番飛んだんじゃない。うわ、すごっ、すごっ。ラストー、もう勝敗決まってますから、ラストいきましょう。90m いけ。長瀬さん、ここ。はい、待って。普段あそこまで飛ばす。飛ばさんやろ。これは誰がやっても分かれへん。じゃあ諦める、諦めるの早い。まだ終わってないよ。そう、記録出てないから。長瀬さんの結果は55メートルです。はい、注文。楽しみだな。どこのドイツが勝負仕掛けてきてるんで。マジで。どうですか、これがうちの監督です。あ、手のひら返しってやつ、これは。ですか、すごいでしょ。負けたらどうすんだっけ。こっち負けたらどうすんだっけ。負けたらとかありました。ないない、そんなんない。とりあえず3本楽しく監督と勝負しようって言ってたから。もしこんなにすごい監督だけど、完全に監督だけど急に上げられてもね。判定は冬連ちょっと優しくしてほしいなーっていう気持ちだったな。違うよ、全然最初と。2本目の勝負も岩井さんの勝ちということで、はい、監督すごい、おめでとうございます。監督すごいということで、もうすでに2勝0敗になってるんですが、このままいきますか。一発逆転ありますか、これ。どうします、何かと引き換えにしないといけないじゃないですか、やっぱお願いをするってことは。一日一回監督を褒める。褒めてないんじゃん。あり、あり。1ヶ月間普段褒めてないんですか。はい、なんかもうちょっと。じゃあ褒めた方がいい、1個ずつ。何言います。え、髪型いいですね。いや容姿じゃん、それ。中身や。中身ないよ。褒められたい。中身を褒めてほしかった。だって髪型なんてみんな一緒にできるわ。広い心を持ちで素敵だと思います。いや、やっぱさっきのマッチングはみーさんしかできない。できてない。じゃあ一人一個言って。じゃあ一個。お願いします。お願いします。どうしますか、皆さん。まあまあ、勝つんで。いや、じゃあ次の勝負勝ったら3ポイント入るでいいですか。どうぞどうぞ。今2ポイントってことで100ポイントにしましょう。今2対0なんで3ポイント。100ポイント。次勝った方が勝ちってことですね。じゃあ次の勝負勝った方が勝ちになります。やば、頑張って。じゃあ3本目の勝負説明していきます。じゃあ3本目はストラックアウトの対決していきます。宣言した的3枚に当てられるまでの球数を測っています。例えばストラックアウトの1番と5番と9番で合いますって言ったら、その3枚が抜けるまでの球数を測ります。なんでいかに宣言した的を球数少なく3球で上がれるようにすれば、はい、はいはい、じゃあ最後の対決誰がいきますか。絶対はいはいはい、じゃあ行きますね。じゃあ頑張っていきましょう。チームミミズからいきます。ちなみに山下さん何番と何番と何番にします。監督の5番と山下の7番と8番。じゃあ578を球数少なく倒してください。うわー、いいやばー、これは勝ってる、さすがです、これは勝ってる、先輩かっこいい、頑張れ、やばい、わー、惜しい。
どうした？ナイス。あとあと7番よ。14球目。はい。はい、それは山下さんの記録14球。もうちょっといけると思ったんですけど、ね、いや意外といけそうだったけど一瞬勝った。どうですか、山下さんが14球で3球抜きましたけど。ピッチャーとしてダメだね。ピッチャーとしてはダメなんですか。3球でいきますよ。じゃあ岩さんどうしますか、何枚いきます。まあ5はいきます。5はいく。5、2、5、2、235ですね、はい、じゃあお願いします。よし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 よ。おやー、これ勝ってる、ナイス、もうこれ勝ってる、9球目、ナイス勝ってる、これ勝ってる、はい、よし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 。じゃあ14球目。うわー、やって、何が悔しいかって、負けた気しねえやつ。すげえ喜んでるけど、あの3人。まあ実質山下だけだからね。本当だ。まあまあでもルールなんでね。そうよね、負けは負けってことで。イエーイ、まあ、勝ちは勝ち。あの負けたやつがめっちゃ言ってる。そうだね。お疲れ様です。お疲れ様です。違くない。ということで100対2で9人が勝ちです。やっぱ岩井監督のいいところを言ったら岩井監督がいい人だから最後勝たせてくれるんですよね、はい、多分ね。お願いあるんですか、はい、3人から1ヶ月間毎日私ら3人に1人ずつ褒める、1個ずつ。ほんで絶対被らない、はい、あの1日に言ったことを20何日でも言ったらダメ。向井に今日可愛いね、元気だったら30とか言うと思う。休みの日もここ来る集合ね。よし、決まりました。じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。ご苦労でした。岩井さんは毎日3人のいいところを12月1日から31日まで褒めてくださいって言ってよかったですか。いやいや、1本言ったら悪いところ3個言って。あ、やばい。じゃあいいかも。ちょっと一回じゃあちょっと、ね、一回横練習。横練習。はい、この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。バイバーイ。バイバーイ。いや向井最後、向井最後、向井、はい、ダムから。いいところ、いいところ、いいところ、褒めてくれる。いいところ、ポジティブ。イエーイ、いい、嬉し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 い、はい、次、はい、決めました。ダメなとこも、いや、もういつも言わない。なんならダメなとこから言ってきた。だけどポジティブだよね。声張ってんだけど。飲み会の山下ってこんな感じなんですね。岩さんの代わりだから。はい、山、はい。悩む、そんなの。まあまあまあ、すぐ出てくるのは、はい、あるからね、はい、あ
黙々とやる、取り組む。うわ、嬉しい。まあ、ある意味そうやれよっていうこと。あ、そうですね。じゃあ、はい、じゃあ向井さんはどうですか。ほいで向井が。あげるよ。向井。何がいい、ね、お願いしてる。意外と割とポンポン出てくるはずが向かいが。あ、まあいい意味で長えな、いい意味が。かわいそう。まあまあ、ガムシャラさ、元気の良さ。いいね、もういいね。いやいや、ガムシャラと元気なんで。12月も元気に言ったから、ショロボン。ショロボン、私なし。よいしょ。